はい、皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回は自宅で簡単チーズボールを作ってみました。まずはボールの中に白玉粉とお水を入れてよくこねていきます。作り方はコッタソさんの作り方動画を参考にさせていただいたので URL を貼っておくので、こちらの動画も見ていただけたらなと思います。白玉粉をこね終わったらホットケーキミックスを入れて、卵を入れて、砂糖と塩を入れてまたこねていきます。混ぜ終わったら油を入れてまたこねていきます。裂けるチーズをこんな感じでちっちゃく切りました。そしたら生地を伸ばしてチーズを入れて丸めていきます。これを何個もたくさん作っていきます。今回使ったチーズは裂けるチーズを切って入れたのと、あとはモッツァレラチーズを入れました。そしたらちょっとね、卵にパン粉をつけるシーンを撮ってなかったんですけど、つけて揚げていきます。だんだんいい感じの色になってきたら完成です。こんな感じでできました。私はハニーマスタードとケチャップをつけて食べたんですが、今までチーズドッグは作ったことあったんですけど、こんな感じでビヨーンって初めて作ってみました。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。